ました。はい、ありがとう。大きな大会が日本に来るっていう難しいお話をしてる人。今日はラグビーのことをみんなに伝えたくて来ました、名前は中村祐樹と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっとこれからラグビーのこととかいろいろ伝えていくので、ちょっと楽しみにしててください。はい、ラグビーって知ってるって言ったら知ってる人と知らない人いたと思います。で、さっきねボールなんか違う形だなっていうのがなんとなく分かったかと思うんだけど、こういう形です。知ってる？知ってる？これ、ね、知ってる？ね、ボールってバスケットボールとかサッカーとかって丸いよね。丸い形してるけどラグビーはこういう形のボール使います。これそうで、これを抱えて持って走ったりとか置いて蹴ったりとかします。そういうスポーツです。今年はラグビーのワールドカップが日本で開催されます。ね、みんなワールドカップって知ってる？知ってる。聞いたことある？なんかね最近ジップとかでねやってるんだけど、あのラグビーのワールドカップっていう、世界で一番ラグビーの強い国を、決める大会が日本で今年の9月から始まります。ラグビーっていうのはどういうものかね、みんな多分知らない人もいると思うんで、ちょっと映像を見てもらいたいと思います。ラグビーってなんかどんなスポーツだなって思いました。なんか激しくなんか男の人たちがドーンってぶつかったりとか、結構激しくプレーしてるのが見えた人見えた？ドーンってぶつかりに行ったり、ボールを地面にドーンって置きに行ったり、ね、結構激しいスポーツです。はい、迫力のあるスポーツだっていうのを分かってもらえたと思います。はい、で ありがとう、いいよって言ってもらって、で今年ワールドカップが日本でやるって言ったんだけども、9月のね頭ぐらい最初の方に、ラグビーのイタリア代表がなんと上田に来ます。はい、すごくないですか？上田に来るんですよ。で上田に来てラグビーの練習をします。みんな菅平って知ってる？菅平高原って知ってる？行ったことある人？菅平高原、おいるね、ちらほらいるね。そう、あそこの菅平っていうところはラグビーの練習がすごい盛んにたくさんやられてるところです。で、あのそこにイタリア代表がワールドカップの前に練習に来ます。これ見たことある人？これあるでしょ、これ。ね、ね、これ有名だよね。これイタリアっていう国の国旗です。ね、日本だと白いとこにね、赤いやつ。あ、そう、ここにもあります。先生のここにもあります。ね、はい、これが、そう、これがイタリアの旗です。ね、このイタリアのチームが9月に上田に来て練習、ラグビーの練習します。そう、イタリアといえばピザ、パスタ、ね、サッカーとか。まあ、他にもいろいろおいしい食べ物とかね、いろんな建物、古い建物とかで有名です。せっかくこのイタリアの、ラグビーの代表のね人が来てくれるので、みんなで一つだけイタリア語の挨拶を覚えてみたいなと思います。はい、なんか、あ、知ってる？なんで知ってんの？もう一回言って。ボンジョルノ。おお、そう、ボンジョルノ出ました。すごいね。そう、イタリア語でこんにちはっていうのはボンジョルノって言います。そう、正解です。大正解ね。だから仲のいいお友達同士の時はボンジョルノじゃなくてチャオってね、
そう、あ、いいね、いい感じ、いい感じ、そう、そう、ハローもいい、ハロー英語ね、ハローも覚えてね、ね、これ、はい、イタリア語でチャオです。じゃあみんなでちょっと言ってみますか、ね、はいはい、せーの、チャオ、はい、素晴らしい、素晴らしい、はい、イタリア語でチャオです。これぜひね、覚えてくださいね。多分まだみんなラグビーって、ちょっと見たことあったり知ってるけど、ルールとかってまだ分かんなかったりするよね。ルール知ってる人いる？ラグビー、こういうボールを相手のコートの線の向こうにトライって言ってこう置くと得点が入りますね。で他にもこのボールをキックしてゴールのとこにボーンって、こういうサッカーみたいに網がついてなくてこう棒がね立ってる、その間をキックでこれを蹴って抜けるとまた得点が入ったりとか、あのラグビーのルールをみんなにちょっと覚えてもらいたいなと思います。せっかくねイタリア代表がねすごい遠いところから上田市、上田までね来てくれるので、ねイタリア代表応援したいよね、せっかく来てくれるからね。で応援したいけどルールが分かんないとなかなか応援するの難しいかなと思うので、今日はルールが分かるアイテムを持ってきました。1、2、3、4、はい、じゃあ後ろに回してね、1、2、3、4、はい、後ろに回してね、1、2、はい、はい、どうぞ、はい、お、大丈夫かい、みんなのところに届きましたか、ありますか、ありますか。ここには、ラグビーのコートがありますね。ラグビーのコートがこんな感じになってるよっていうのが分かりますね。それから上田市の有名なキャラクターね、いろいろ雪丸くんとか、あと長野のアルクマとかね、長野県のアルクマとか有名なキャラクターがいっぱいここに来てくれてます、はい、さあ裏を見てください、くるっと、はい、ここいろいろ文字書いてありますね。で多分まだみんな漢字習ってない漢字が多くて読めないのも読めない漢字もいっぱいあると思います。だけどここにラグビーの、ね、ルールが書いてあるので、ぜひお家に帰ってお家の人と一緒に読んでみてください、はい、これを読めばラグビーのルールがすぐに分かります、はい、得点方法って書いてあるんだけどね、得点の方法、得点の仕方って書いてあるんだけど、サッカーのゴールと違ってボールが 棒だね、棒みたいなポールが2本立ってて、その間にキックを入れたり相手のコートのこの線より向こうにボールをトライってやると点数が入ったりします。で何点入るかってね、違う風に、トライだと5点とかね、いろんな方法で得点ができます。でサッカーよりも人数が多くて15人でやるスポーツなので、あの非常に珍しい大勢でやるスポーツです。ぜひこれで、ラグビーのイタリア代表応援してください。ラグビーのことちょっと分かった？分かった。ラグビーのボールの形覚えた？覚えた。あとラグビーって何人でやるって教えてくださいますか？15人です。どこをみんな頑張って応援する？ラグビーどこの国？日本とどこの国？日本とやったイタリア。イタリア。これ素晴らしい。これ見るといろんなことが起こりますので、まだ皆さんね、ひらがなも半年しか習ってませんし、カタカナもまだですね、漢字も全部読めるので、今日お家の人にこれ見せて一緒にルール確認してくださいね。いいですか？では皆さん、ラグビーのことちょっとの時間でしたが分かりましたか？ちょっと知ることできましたか？できました。では中村さんにお礼を言いましょう。よいしょ、しましょう。はい、ありがとうございました。
ワールドカップが今年日本で開催されるということで、そこに出場するラグビーのイタリア代表、菅平高原でトレーニングキャンプをするということで、上田の子どもたちにぜひそのことを知ってもらいたいと思ってこのような教室を開きました。今日子どもたち非常にラグビーのことに興味を持ってもらいました。ラグビーの聖地菅平のあるこの上田市で、ラグビーについてどんどん盛り上がっていって、イタリア代表をお迎えできればなと思います。